桑名市長はきょう定例の会見を開き市が今月1日から始めた新生活を支援する制度について LINE アプリでの申請を今月8日から受け付けると発表しましたこの制度は去年の所得が500万円未満の夫婦などに最大30万円の補助をするもので人口減少対策や新生活の経済的不安などを軽減する狙いです 対象は三十九歳以下の結婚やパートナーシップ登録をしたカップルで期間は今年一月一日から来年三月末までです多くの皆さん方に使っていただきたいと思いますし若い人たちもです、ね、本当に経済的な軽減というものがですね、少しでも図れたらなというふうに願うところでございます LINE アプリでの手続きはおよそ30分で完了するということです。